東海道五十三時のうち、五位は赤坂間縄手梅川七代目、岩井半四郎の梅川。東海道を背景に、当時の役者を排した見立てへ。河江五年、三代目、歌川豊国画。七代目、岩井半四郎とは、江戸時代後期の歌舞伎役者。野号は山和屋、拝名は、大義町、知弱、門はセンス。 五代目、岩井藩四郎の次男として生まれ岩井小紫と名乗る。文化三年十一月、江戸中村座の、僕花雪道の国、子役として岩井松之助の名で、初舞台。後若尾山として、父や兄の二代目、岩井久米三郎と舞台を共にする。文政五年、岩井史弱と改名。江戸や大阪で舞台を務める。天保七年兄の六代目郎がし、 以降は、父の芸の後継者として活躍する。天保15年3月には、父や兄の名跡を継ぎ、七代目、岩井半四郎として、中村座の舞台に立った。しかし、高下2年に1月中村座に出たのを最後に、以前からの病が重くなり、同年4月1日に没した。去年42、兄の六代目同様、これからという矢先に病に倒れたのだった。 要望に優れ娘役や、若手などを当たり役とし、岩池家の芸を受け継いで、世話者に本領を発揮した。四尺半四郎と、あだなされる。筆も立ち、狂言袴拷問人などの著作がある。ただし楽屋内ではかなり辛辣な人物だったらしく、川竹木阿弥もかなわなかったという話が伝わる。実施は、幕末から明治にかけての名を山八代目、岩井半四郎。 ありがとうございます。